はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ようこそポレポレチャンネルへの K 鈴木です。いよいよね、3月になりまして、もう春真っ只ということなんで、新型コロナなどの、ね、影響ありますが、皆様お体大丈夫ですか？皆様もどうかね、引き続き、ね、お体ご自愛ください。はい、で今回はですね、こんな企画をご用意いたしました。題して、新生活の皆様を応援プレゼント企画。さあ、というわけで、改めましてこちら、はい、書きました、新生活の皆様応援プレゼント企画ということで、第1弾ということでですね、こちらやっていきたいと思います。はい、で、今回ですね、まあ、3月4月はやっぱね、まあ、新生活のねシーズンということで、いつも、この YouTube ご覧になったり、いろいろ SNS の方などを情報等で、ね、チェックしていただける方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、でこれからも本当ね、皆さんが、幸せになれるようなね、本当日々そんなこと思いながらね、日々を過ごしてますので、はい、でそんな中ですね、まあ、本当に僕の方から気持ちささやかな感じになるんですけれども、ちょっと今回ですね、私からささやかなね、ちょっとプレゼントをねさせていただきたいなと思います。つけました、こちら、じゃん、英語の参考書というか教材になるんですが、これからね、受験生、まあ、英語をね勉強したいって方だったり、それこそ受験生などでちょっと必見になるんですが、東進ハイスクールや代々木ゼミナールにいらした、西教授先生のですね、参考書になります。はい、もうヨゼミや東進でね、もう1、2を争うような、英語の先生、素晴らしい先生がね書かれたこの英文法の核というですね、こちらが、参考書ですね。結構分厚いですね、見ると。はい、まあ400ページ近くぐらいあります。はい、こちらの、参考書とですね、あと、この実践問題演習編という、まあ、ちょっとこちらも270ページぐらいあるんですが、こちらの方ですね、こちら2冊セットで差し上げたいなと思います。で、応募方法に関しましてはですね、ツイッターの方に、つぶやかせていただいたんですけれども、でこちら、ね、今回こちら、はい、動画をね、ご覧になっている皆様だけ特別にちょっとしたね特典をね、ご紹介したいなと思いますので、はい、フォロー&リツイートということで、こちらのですね2つを抽選で1名様にプレゼントしたいなというふうに、思います。はい、でこれからね、そんな、まあ、今回このね動画をねご覧になっている皆様だけに特別な特典の詳細をですねご紹介していきたいと思いますので、ちなみにですが、こちら、まあ、CD もついてまして、まあ、書き込みもほとんどありません。まあ多少あるかもしれませんが、クリーニングして、差し上げますので、気持ち程度のものですが、はい、私もね、まあ、僭越ながら先生をやらせていただいている、まあ、やっぱね講師というのもやっぱり日々ね自分のこう知識とかもろもろをこうメンテナンスしたり、バージョンアップしたり、いろんな先生のね考えとかもこう参考にしたりとか、いろんなねこうやり方をね、僕個人としてもねすごい学ぶものもあったし、まあいろいろとねすごい役に立った有益なものでもあったなというふうに、ちょっと手放すのが名残惜しいなって思っちゃうぐらいなんですけど、ただこれすごい本当にね、優れたね英語を学ぶことに関してはちょっとまあレベル高めかもしれません。まあ受験生とか、まあ、例えばなんか TOEIC や資格試験とか、受けられる方にはですね、まあ、非常に適しているんじゃないかなというのを思います。はい、まあ本当にねこれからね英語に関してもっともっと真剣に勉強したいっていう受験生や、やっぱり誠意ですね、誠意熱意、僕はこれを使って何が何でも自分を変わりたいんだって、変えたいんだ、受験にも合格したいんだ、そういうねやっぱ気持ちのある人にねプレゼントできたらなというふうに思います。はい、ぜひですねたくさんのご応募お待ちしております。よろしくお願いいたします。で、確認ですが、こちらが私の SNS でございます。はい、フォロー&リツイートしていただいてって形になりますので、こちらツイッターがどうしても大事条件になっちゃうんですけれども、そちらはねご了承の上ということでよろしくお願いいたします。はい、
さあということでですね、改めましてこちら、はい、今回の、西京次先生の、本のですね、プレゼント企画の、詳細をこちら、書きましたが、まずこちら、私のツイッターですね、KZHK_JIN こちらをですね、フォローしていただいて、でもすでにつぶやいておりますが、フォローとリツイートということで、ご応募という形になります。はい、で応募期間はこちら、3月2日から、3月9日の、日本時間で23時59分までとします。はい、で発表はすぐ、3月10日の日に、次の日に発表したいと思いますので、はい、で当選者の方にはですね、DM をさせていただきますので、はい、ですのでコンタクトは必ずちょっと連絡は取れるように、していただけると、幸いです、はい、ちょっと連絡がつかないとなるとね、また繰り上げ当選とかいろいろね、まあ、出てきますが、まあ、基本はね、当選者の方とはね、連絡が取れるようにできたらなと思いますので、はい、スムーズにやりたいと思いますので、ね、ぜひよろしくお願いいたします。でですね、こちら KS パスというのですね、今回こちら、企画でフォロー&リツイートしていただいた方にはですね、こちらはですね、はい、無料で配布しております。はい、でこちらは何かと言いますとですね、まあ、いわゆるですね、まあ、特典ポイントのつく、まあ、ポイントがチャージされるカードみたいなものです。はい、ちょっとね、まあ、こう形にはないんですけれども、一応このね、プレゼント企画で、フォローやフォロー&リツイートね、してくださった方はこういうちょっとお得なね、はい、カードがねお手元にあるという、お手元にゲットされてるということでね、考えていただけたらというふうに思います。はい、さあというわけで、動画をご覧になっている皆様、お待たせいたしました。動画の方をご覧になっている皆様へだけのですね、スペシャルの特典をこちらご用意いたしましたので、ご説明いたします。改めましてこちらへの KS パスというのはですね、こちらはプレゼント企画限定での、まあ、ちょっと発行になりますので、一応この発行になりますので、で発行条件といたしましてはですね、まあ、こちらがまず2項が第一、絶対条件になりますので、こちらご了承ください。はい、まずプレゼント企画のですね、リツイート&フォロー、このプレゼント企画もね、私の方でちょっと回数分かりませんが、今後も必ずね、やっていきたいと思いますので、まあ、ぜひその企画の都度ですね、まあ、このリツイートとフォローされた方にこのケースパスというのがですね、配布されることになります。当然ね、まあ、いろんな、ね、プレゼント企画もあると思うんです。当選前だったり、まあ、その他ね、まあ、一応このケースパスというのは、まあ、フォロー開始された段階で全てがパーになってしまいますので、まあ、これからそのポイントのね、還元だったり、そういうね、つくこともご説明いたしますが、何よりこのね、フォロー解除というのが、絶対ちょっとね、できればしていただかないでいただけたらなと思いますので、こちらはね、まあ、必ずです。ここまでよろしいでしょうか。一応改めて確認ですが、このケースパスというのはちょっと特殊なものですね、私の方でいろいろフォローやリツイートしていただける方はちょっと対象外になってしまって大変申し訳ないんですけれども、まあ、今日ねこのプレゼント企画から、フォローリツイートしていただいた方にはですね、こういうパスをお送りさせていただく形になりますので、はい、で続きましてはまたねこちらでご案内いただければと思います。はい、ではこれからこのパスのね、ポイント添付のね説明に入りたいと思います。さあというわけで続けてですね、こちら、はい、ケースパスの詳細に関しまして、こちら今まとめました。はい、でじゃあこちらは繰り返しですが、ポイントチャージ制ということで、まずは第一条件でいたしましたと、プレゼント企画のリツイートフォローでこちらがまず、贈呈されます。まあ、形もないんですけどね。はい、ただこちらは基本的にその後、有効に使えます。例えば、まあ、プレゼント企画でね応募して外れちゃったと言っても、まだまだ全然ねチャンスがあるもんだと、考えて結構です。というのもポイントチャージ制で、基本はやっております。でまず、今後もね、まあ、フォローしていただいている中で私が何かしらつぶやいた場合で、それに対してリツイートされた場合には、ポイントが加算されてきます。リツイートで3点、
いいねで1ポイント1点という形です。はい、でまあ2点目といたしました YouTube のチャンネル登録ですね。こちらはあの5ポイントとします。こちらは非常にあの大きいです。Twitter をフォローしてるし YouTube を見てるよ、 YouTube チャンネル登録してるよっていう方もですね、あの非常にでかいと思います。でプラス Instagram、こちらもですね私のアカウントなんですが、kszk.nsb.inst、 これのとフォローが5ポイントになります。まあフォローしていただいて、なおかつなんか投稿2年でもしていただければね、それだけのポイントが入りますので、はい、で基本的にそれを全部ね、集計してそれでポイントになってきます。はい、ご注意していただきたい点が、いくつかあるんですけれども、まあ、まずはこちら の、まあ、プレゼント企画のリツイートフォローを、まあ、まあ今回ねこういった企画で知っていただいて、それでフォロー&リツイートしていただくことでこういったパスが贈呈されて、そこからね、まあ、派生してこう、まあ、こういうねポイントを貯まっていくって感じなんですが、まあそれも正直私どもの方で、記録や集計はしてきますので、はい、まあよくね、なんか YouTube は YouTube、Instagram は Instagram、Twitter は Twitter みたいな感じでよく分けてて、不特定な感じに なりがちな方もねいらっしゃると思うんですが、そういった方は別にね、まあ、そこまで無理はねされなくて結構ですので、ただまあね明確にやっぱしていくんだったら、例えばねこう兄貴っていうアカウントでなんか Twitter やってたとしたら、まあYouTube とか Instagram も同じようなね、同じ名前でねやっていた方がね、こういう特定できてね、こういったポイントもたまるしいいんじゃないかなというのも思いますね。はい、もろもろバラバラにしてやってるって方が多分ねいらっしゃる方だと思うんですが、基本的にねそういうのは、ね、まあ極力控えていただいた方がいいか、まあ、一応記録はねできる限りのことはね集計記録はしていきますけども、ただそういった感じでね、まあ、分かるように、ね、していただいた方がこちらとしても気持ちがいいですし、信憑性という面で別に疑ってるとかじゃないんですけれども、そういったところもね、まあ、考えていろいろねできますので、一応そんなところで、はい、あらかじめご了承いただけたらなと思います。お願いしになりますが、まあ、プレゼント企画で、ご新規の方がリツイートフォローしていただいていることがモード第一条件になりますので、まあ、プレゼント企画はプレゼント企画でね皆さん平等にやりますから、あくまで今回はこの KS パスというね、まあ、いわゆるポイントチャージ制のお話なので、1点こちらね改めてご注意ご了承ということでお願いいたします。このご時世こんなもんあげちゃっていいのっていうようなものをねちょっとね差し上げたいなと思いますので、頑張ってほしいなと思います。はい、何か他ご質問等あればですね、まあ、動画コメント欄に、アカウント入ってますので、そちらからリンクしてね、まあ、飛んでいただいても結構ですし、まあ、何かコメントなどねしていただければと思います。はい、個別で受けたまわりますのでよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。引き続きね、こちらポレポレチャンネルね、登録よろしくお願いいたします。で、次回は、来ました、こぼれ話第1弾やります。初おこぼれということでね、果たしてどんなお話が聞けるかはお楽しみに。では今日はこれで失礼いたします。さよなら。